どうも、くまです。皆さん、ミューバランス履いてますか？はい、ということで今日も私がですね、購入した手に取ったニューバランスを紹介していきたいと思います。ご存知のナンバリングだと思います。今頃それ手に取ったのっていうような感じだと思うんですけれども、ある一つのタイミング、偶然のタイミングがきっかけとなって手にすることができました。そちらがですね、はい、今日紹介するのがこちらです。 M990V5 です。いや、お前 V5 好きじゃないとか言ってたやんけっていうふうに思いましたよね、皆さん。はい、そうなんです。私 V5 好きじゃなかったんです。過去形です。今はですね、こいつが本当にめちゃくちゃ可愛く思えてくるんですよね。この V5 も広く流通しており、現段階での最新バージョンとなりますね。990の中では最新バージョンとなります。この春には V6 がローンチされる予定ですよね。皆さん期待してますよね。っていうところの、このタイミングでなぜ V5 を手に取ったかっていうところを中心に今日は紹介していきたいと思います。それでは行きましょう、行きましょう。はい、ということで今日紹介するのはこちら、与えましてニューバランス 990V5 となります。この V5 カラーリングとして、皆さんこれあんまり見たことがないかもしれませんね。というのも本当に最近出ました。で、こちらの V5 はですね、スタイリストの長谷川明夫さんとですね、ビームスのラインである SSG とニューバランスがコラボしたナンバリングという風になっています。販売方法が特殊で、ゲリラ方式による当日初めてリリースがアナウンスされるっていう方式だったんですね。ビームスの限定店舗とニューバランス公式のみでの展開となりました。これね、即日の昼過ぎ完売で、各店すぐに、もう昼過ぎぐらいに在庫がもう一瞬にしてなくなった形です。私もですね、当日の昼過ぎに仕事の休憩中に、あれ何これ、新しい V5 出てるじゃんっていう風な感じで知りまして、もう気づいた際にはもう完売ですね。なかなかない販売方法だったので、完全にこれはスルーしていた状態です。いやー、ちょっと本当にびっくりしました。という感じで、実物をお目にかかることができた方はなかなかいないのではないかなという V5 になってます。で、この V5 を手掛けているのがですね、私ファッションにはそこまで詳しくないんですが、長谷川明夫さんだけはよくスタイリングを見たりしているんですね。私自身サーフだったりスケーターファッションとは全く縁遠いんですけど、決して派手ではないシンプルな洋服を印象的なシルエットで仕上げる長谷川さんのスタイリングっていうのが昔から好きで、フィーナムっていう雑誌があるんですね。で、そのフィーナムの中で彼のことはよく特集しており、 AHH 秋尾長谷川フィーナムという連載ものが特に好きなんですね。皆さん見たことある方いるかもしれないんですけれども、フィーナムっていうのが、ウェブのマガジンっていうんですかね、ウェブのファッションカルチャーマガジンっていう形でウェブ媒体として一つありまして、で、もう一つがフィーナムアンプラグドっていう雑誌の方ですね。こちらはまあファッションとカルチャーと、あとローカルの情報ですかね。もともとローカル情報をおしゃれな感じで発信していたものなんですけど、だんだんファッション寄りに最近なってきてるっていう感じですね。まあ、そういうファッションライフスタイルのカルチャー雑誌っていう感じですね。そのフィーナムがすごく私好きでですね、フィーナムだけは年2回なんですね、2回発行なんですけど、雑誌も毎回読んで、ウェブも更新されたら見てるっていう感じですね。で、まあ、その長谷川さんのですね、ベーシックの中にほんの少しのワークだったりミリタリーが混ざった心地よさだったり、クラシックな洋服を自然に着こなすスタイリングなどが紹介されていて、いつも楽しみに見てるんですけど、まあ、そんなわけで長谷川さんがデザインを手掛けた SSG との共同でデザインを手掛けたこの V5、 夕方にはもう完全完売してましたね。仕事帰りの電車で、あ、これもう見れば見るほど本当に欲しいなっていう風に気持ちが高まってきてですね、もう完売なのにそのページブックマークしたりですね、もう何やってんだろうっていう風な感じだったんですけど、まあ、そんな感じでですね、ホタルごとにチェックをしていたんですけど、2日後の昼間ですね、突如在庫が復活してたんですよ。一瞬だけ、本当にこれ私見た瞬間本当に目を疑ったんですけど、いや、もうこれは買うしかないと思って、慎重にかつ迅速にスマホの画面をタップしました。いや、本当にその復活した時に偶然変えたんですよ。あれ、もしかして何かのちょっとタイミングがずれてたら、そのスマホをチェックすることもなかったでしょうし、本当に偶然のタイミングでした。という感じで、こちら990V5 ですね、ニューバランスと長谷川明夫さんと SSG のコラボしたニューバランス 990V5、 今回手にすることができました。いやー、めちゃくちゃ嬉しい。
はい、という感じでなんとか手にすることができたんですけど、実を言うとですね、個人的にこの V5 はですね、あんまり魅力を感じていないナンバリングでした。まあ、細かく言うとですね、このちょっとですね、ややこちらですね、ボリューミーなアウトソールですね。このアウトソールであったり、サイドのですね、これです。これです。サイドのこの TPU ストラップですね。これがですね、グレーの時はちょっと安っぽいなって思っちゃうんですよね、どっかやっぱり。これ、まあ外側に配することによって、ギュッとフィット感を上げてくれる、ホールド感を上げてくれるっていうところなんですけど、これね、ちょっと安っぽさが私としてはありまして、避けてましたね。であったり、こちらですね、はい。ヒールの V5 のロゴですね。これが、元々の色のグレーは確か赤のロゴだったと思うんですけど、これがですね、V4、私の大好きな V4 に比べると、かっこ悪いなっていうふうに思っちゃってたところがあるんですよね。まあ、全体的にこの V5、化学繊維の使用割合っていうのがすごく多くてですね、スポーティーだったり、ハイテクな印象に寄りすぎてるのが、個人的な印象としてありました。まあ、本当にこれらがですね、絶妙に私の中で気に入っていませんでした。V4 が大好きで、V3 の復刻版も手にした私でしたが、まあ、最先端技術のある意味結晶である V5 においては、そんな理由でずっと敬遠をしてました。まあ、V5 って結構やっぱりネットとかでも調べても V5 ダサいとか V5 かっこ悪いとか結構あんまり好きじゃないっていう人もしかしたら多いのかなと思ってます。いや、そんな V5 私好きになったんですよ。 V5 ファンになりました。というわけでこの V5 ですね、今回のコラボレーションから実現した V5、 特筆すべきはこの絶妙なカラーリングですね。スチールブルーで落ち着きのあるアウトラインを見せながら感じよいブルーのメッシュの配色ですね。こちらですね、アッパーはこんな感じになっております。落ち着いたグレーの配色の中に感じよいブルーの配色メッシュがあるような感じですね。まあ、そこに調和するのはこれですね。これがまたいいんですよね。淡い色の水色のシューレース、これが本当にいい塩梅で配されていて、うまい具合にスポーティーハイテク感のなんていうんですかね、テカつきを抑えつつポップな仕上がりを演出してくれてますよね。これがビームスさんだったりスタイリストの方が手掛けるとこういう部分が本当にお上手ですよね。で、ここですね、もう一つ特徴としてはこちらは SSZ からのインスパイアになるんですけど、この 990V5 のロゴのとこですね、見えるかな、よいしょ、ここですね、シュータンのロゴが、これが通常であれば、まあ、グレーだったかな、シルバーかグレーだったと思うんですけど、これが SSG の、リフィルっていうかな、ノートのリフィルっていうかな、あれがモデルになってるらしいんですけど、あれって言っちゃあれですけど、なんていうんですかね、アメリカで使ってそうなおしゃれなルーズリーフみたいなやつですよ。ここに貼っておきますね。こういう感じのやつです。これをモチーフにしてるそうですね。こういうとこが水色の中にこの黄色を合わせるっていうのがすごいポップでおしゃれですよね。あとはですね、私が個人的に好きではなかった部分もちょっと追って見ていきたいなと思います。先ほどからちょっと紹介していきましたが、V5 の V のマークですね。この V のマークは、まあ、アッパーのカラーと相反して、これ落ち着いたカラーリングに仕上がってますよね。もうほとんどこのグレーに埋まってるっていうような感じですよね。こんな感じになっていて、先ほどもちょっとお見せしましたが、 TPU ストラップはこのブルーとこのブルーの中間ぐらいの色っていうんですかね、っていう感じで周りにきちんと調和してくれるようなブルーになってます。そんな配色で落とし込まれています。まあ、ただやっぱりここは正直好きじゃないです、個人的に。プラスチック成分が結構バッて見えるところなので、サイズって見えるところじゃないですか、っていうところがこういう感じになってるんであんまり好きではないんですけど、まあ、ただこのカラーリングだから楽しめるっていうような感じになってますね。ここも味っていうんですかね、そういった感じでもう思えてしまうぐらい気に入ってます。まあ、基本的な履き心地だったり機能性に変化はないですね。デザインだけが、まあ、別注されてるっていうような感じです。あ、忘れてました、このインソールもですね、このさっきのこの黄色に合わせてます。色こんな感じになってますね。ここはちょっと正直私ポップすぎるかなって思ってるので、ここ本当におしゃれな人じゃないと似合わないと思いますね。私はちょっとインソール外して落ち着いたグレーのやつに変えようかなっていうふうに思ってます。あとここですね、私のあんまり好きじゃなかったポイント、このボリューミーなアウトソールですね。この絶妙なラインが私好きじゃなかったです。ここがね、なんというか、なんですかね、これ
まあ、2002とかもそうなんですけど、ここが厚く見えるニューバランスは私あんまり好きじゃないんですよ。まあ、この V5 もその厚みのあるボリュームが特徴になってるんですけど、まあ、元々はハイテクな印象が強い V5 ですが、まあ、このスタイリッシュさとポップの良い感じの塩梅が保たれ、これ履き方に幅が出るような一足になると思ってます。まあ、V4 と違うのは多分この TPU ストラップがついてる部分と、あとこれですかね、あの私の V4 の裏側にあるこの赤い、なんですかね、安定させる、これもプラスチックのパーツなんですけど、これが1個から2個に増えてるっていう、このあたりですかね、ここら辺の変化だけだと思います。といった具合で V5 とっても気に入っています。ちょっとまあ洋服に合わせてみたんで、そのとこもご覧ください。はい、という感じで実際に洋服に合わせてみました。まずは落ち着いたコートに合わせてみます。紅白とアッパーの青みが落ち着いた印象を与えてくれて、とても履きやすいですね。思ったほどシュータンのポップなイエローカラーが見えないので、うまく感じの良いイメージにもつなげられますし、実は結構ポップだよっていう感じのオプションも持てるので、これいいかなというふうに思っています。程よいサイズのクロップドパンツに合わせてネイビー基調のスタイリングで合わせてみました。そしてこちらは今着用しているムジラボのシャツジャケットに合わせた感じです。ざっくりした感じがうまくこの V5 のラフなテイストに合い、カジュアルでシンプルな感じがフラットな気持ちにさせてくれますね。下はこれ見えにくいんですが、ネイビーのデニムで合わせています。こんな感じでラフにざっくりとスタイリングしてみた様子ですね。で最後はですね、アークテリクスの空のフーディーと合わせてみました。フーディーを私にしては珍しく今回 L サイズにしたので、ボリューム感に対して V5 は良いアクセントになっているのかなというふうに思います。まあ、本当はこういった細めなパンツではなく、こういう時は振り切ったぐらいのオーバーサイズのボトムだったりウェアにして、足首やソックスを見せた上でキュッとスニーカーまでの目線を大型のシルエットにすると、まあメリハリがつきながら良い感じにまとまるんでしょうけどね。まあ、最近そろそろコートを手放せるかなっていう季節感になってきましたし、春にはそんなスタイリングもやってみたいと思っていますね。という感じで V5 と洋服を合わせてみたスタイリングの様子を紹介しました。はい、ということで今回はですね、こちらの990 V5、 今まで避けていた V5 を手に取った様子を紹介してみました。いやー、めちゃくちゃ気に入ってます。実際履かないとやっぱりわからないことっていうのは多いですし、意外なきっかけでそのナンバリングを好きになることもあるものですねと私は今回知りました。まあ、そんなこんなで今年もニューバランスいろいろ手に取ってみたいなというふうには思っているんですけど、本当に最近グレーのナンバリングばっかり手にしているような気がします。そんな安定志向の中にちょっとした新しい楽しみを提示してくれた 990V5 に感謝しています。はい、ということで皆さんはこの2022年春どんなニューバランスを履いて街に出ますでしょうか。今年もどんどんまた手に取った一足を紹介していきたいと思いますので、これからも動画楽しみにしていてください。今日の動画は参考になったよ、ちょっと V5 このカラーじゃなくてもいいなっていうふうに思ってくださった方は、ぜひチャンネル登録だったりいいねボタンもお願いします。という感じで今日は終わりにしたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。